んにちは、恩田愛でございます。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はですね、いつもと違う雰囲気だと思うんですけど、ちょっと髪を下ろしているんですが、実はこれから髪を切りに行ってきます。バッサリと約30センチ以上切ろうと思ってるんですけれども、私のこの髪をね、寄付したいなと思って、今回は髪を切りに行ってきます。はぁ、どうなるでしょう。もうバッサリと切るので、なんか楽しみです。少し東京は肌寒いですが、まだ過ごしやすいぐらいの肌寒さです。では行ってまいります。今表参道です。ちょっと遅刻気味なので急ぎます。おしゃれなお店がいっぱいよ。こんな感じで、あ、どうだろう、もうちょっと高い方がいいかな。どうですか？いや、一回食べてみたい。どうですか？それっぽい。買えないよ。一回食べてみたかったんで。それっぽい。オッケー。じゃあ、その長さで。その長さもあるでしょ。はい、なんか高いじゃないですか、肉が。長さはもう本当に、あ、これぐらいじゃないですか、30センチ。で、プラス1センチですよね。そうですね。もう本当にギリギリというか、もう短くしたいので、お願いします。緊張する。青いトレーナー、可愛い。これもお店のトレーナー。オリジナル、そうなんですか、オリジナル、いいですね。一応販売してたんですけど、完売になっちゃう。あ、そうなんですね。多分完売。わー、ドキドキ。いつぶりぐらいですか。結構伸ばしましたよね。そうですね。3年とか。わー、すごい綺麗に。ストレッチ。もうショートにするんだったら、はい、一つにしちゃいましょう。これせっかくもったいないから。でもこれギリギリ。一番長いとこは、オッケー。31センチ。アサリカットを受け付けしてます。アサリカット。お店の得意な分野。ああ、そうなんだ、売りの一つ。あっさりカット。はい、もう切りますか。切りましょう。はい、意識をちょっとこれを下にした方がいい。ここが31センチだとまずいんで、ここぐらいで、ここで切るイメージ。わかりました。ここが31センチ。はい。いきます。切らない。はい。切れそう。手切らないです。手切らない。ここ？いや、そんな上行ったら、ショートにするんだったらいいけど。まっすぐの方が。頭をまっすぐ。はい。まっすぐだよ。待って。この辺ですよね。まずい。あ、怖いです、めっちゃ怖い。怖いです、怖い。トカさんに切ってもらった方がいいかも。ちょっといいけど、よく切ってるけど。本当？さっきも場所がちょっと見えないです。 YouTube 見たら芸能人の人切ってます。 OK、ここかな。これだとね、はい、ちょっと待って、はい、短すぎる。この辺、これだとマッシュルームになっちゃう。お父ちゃん、このくらい。いや、もうちょっと下。はい、このくらい。もうちょっと下。あ、こんな風で31大丈夫ですか？これ斜めってるから。斜めってるからか。はい。これだと顎に向かってる。でも、大丈夫。
顎を切らないでほしい。わかりました。切れます？全然切れない。ここ挟めないと思う。あ、そうか、挟んでる。挟みました、うん、この辺いきますよ。あ、切れる。すごい綺麗です。ありがとうございます、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、短い。まあギリギリだね。一番長いところで、はい、このくらい、はい、あ、31センチありますね。大丈夫です、はい、そうですね、はい、切れました。ありがとうございます、はい。短いです、こっち。じゃあ残りを切ってもらいます。じゃあ持ってよ、うん、お願いします。真っ直ぐ。わかりました、真っ直ぐしています。短いです。ありがとうございます、トムさん。この貴重な機会を共有していただいて心強いです。なんかおかっぱの、おかっぱですね。おかっぱの後ろは大丈夫。後ろは長さ十分ありますか？ああ、よかった。前がなくなっただけですごい軽い。そうです。切ってみた感想は？切ってみた感想はい。リアクション。リアクション。おお。おおって感じ。やったでもないし。やったでもないし、なんか。ああ、切れました。おお。切れました。切れました。ありがとうございます。大丈夫だと。すごいです。すごい軽いです。一気に軽くなりました。はい、楽しい。この髪型一回シャンプーしましょうか。はい、そうですね。うわー、ここからどうなるでしょう。じゃあシャンプーで。よろしくお願いします。じゃあちょっと、はい、 OK です。はい。あ、そっか、撮るのか。別人みたい。ほんと髪型で変わりますよね。そうですね。すごい個性が出るな、やっぱり。なんか喧嘩するといいな。ブレイク。ブレイク。なんかあの、レオンっていう映画のマッチル。マッチだ。あのボブ可愛くて。マッチルのボブ。ナタリー・ポートマンだから可愛いじゃないかっていう。子供ですもんね。子供の時だよ。そうそうそう。Thank you.
かっこいい。ショート、ショートにも、ショートって言っても過言ではない。そうですか、ショートですね。ショートですね。かなりショート。すごい可愛い、めっちゃ可愛い。テンションすごい、すごい上がります。可愛い。すごい短い。めっちゃ可愛いです。可愛い。可愛い。わかめちゃん。わかめちゃんだけど。最終的には無理やり。でも自分的に。最初はもっと襟足あってグラウンドにしてたんだけど。そうでしたね。ない方が好きです。うん、めっちゃいい。ありがとうございます。すごい楽しかったです今日。ギャルソンの店員さん。すごい可愛い、すごい好き。ギャルソンの店員さんわかる。いますね。かっこいいですよね、ギャルソンの。なんか個性的でめっちゃいい。ありがとうございます。楽しみます。やったー。じゃあこれ。あ、そうですね。ピアスして。短いとさ、ピアスも似合いますよね。映えると、ね、映えるというか、はい、アクセサリーが。ピアスもいろいろ。ピアスに似合うと。次の展開はどうする？まあ、そうね、なんか気に…このキープするんだったら、はい、キープするかって。そうですね、何か自分は、なんか気に入った、まあ、全然前髪切ったりとか、はい、遊んでったらいいですよね。そうですね、もうちょっと下までこう、グラデーションだったりとか、まあ、楽しみ、ありがとうございました。短くなりました。マスク取ろう。どうでしょうか。だいぶ短くなりました。新しい恩田愛でございます。髪を切ってくださった土橋さんに本当すごく丁寧に切っていただいて、こんなに時間をかけて丁寧に綺麗にカットしてくださいました。うわすごい。髪を切った感想は何だろう、とにかく軽いのと、嬉しい。もうずっと髪を切ってる間ワクワクしてました。ワクワクソワソワ、久しぶりにテンション上がってます。新しい自分、これからなんかワンランクステップアップしたような
気持ちでいます。うわー楽しみー。今ここは表参道にいるんですけれども、やっぱりおしゃれな街だなと思います。目移りしちゃう。おしゃれなお店とか美味しそうなお店がいっぱいあって、今度妹とも来たいなと思います。あー軽くなったみんなどう思うかな、新しい私。あ、ここで撮ってみよう。じゃん。うわー短い、襟足がめっちゃ短い。なんかちょっとわかめちゃんカットかな。でもドバシさんにはリュック・ベッソン監督のレオンっていう映画があるじゃないですか。マチルダが私も中学生の頃からすっごく大好きで、マチルダカットをちょっと意識して、本当は私の襟足が長めなので難しいっていうことだったんですけど、もう限りなく近く作っていただきました。もうめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。なんか可愛いお店がいっぱいあって寄り道をしたいところだけれども、すぐに家に帰ります。よし、いやー嬉しい嬉しい。こんな短くなりました。短いからこのアクセサリーとかもすごい似合う、似合うというか入るよね。少しギリギリかなと思ったんですけど、最低限必要な30センチっていう髪の長さはあったので、それをね、送ろうと思います。いやー短っ、軽っ。襟足がちょっと寒いからマフラーとかねしたらいいかなと思いますけど、どうだろう。いつもずっとお団子ばっかりしてたので、なんか新しい自分もいいかなと思います。何か少しね変えたい、気分を変えたいなっていう時は髪を染めたり少し切ったり前髪を作ったり、そういうことだけでもちょっと気持ちが上がるなって久しぶりに思いました、今まで私は美容っていうものにあまり興味を持ってこなかったので、これから少しずつ自分磨きをしていきたいなって思いました。せっかくね東京に住んでいるので、もう最先端の、おしゃれなものとか、もう自分が意識を向けたらすぐに見つけられるところにいるので、少しは生活をよりワクワク楽しく過ごすためにも、アンテナを張っていたいなって久しぶりに思いました。多分年末になるのかな、良いお年をお迎えください。皆様どうもいつも見ていただいてありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。また引き続き見ていただけると嬉しいです。さて帰ってあゆみさんや家族はどんな反応をするでしょうか。うわー楽しみです。ではお家に帰ろうと思います。ではバイハッピー。